うん、あいつ俺のこと好きじゃね。はい、どうも、そうたたた。あの美しい女性がバレエで白鳥の湖を踊ってるのを見ると、あ、自分も鳥になって自由に飛びたいなって思うんだ。でも目の前に突然翼生えた卵現れたら飛ぶ気失せるやん。でもそういう中途半端なことばっかしてると、それでよろしいのですかって頭の中の自分に問い詰められて、もう最終的に嫌気がさして、たとえ人参でも大根って書いてたらもう大根でいいやってなるんな。まああるいは海の中の世界に行ってみたりとか、自分が魔法使いになって世界を駆け回ってみたいとか、頭がティッシュになるくらいこうやって常に考え事をしてると、まあテレビから突然美少女が出てきて、お前キモいなって罵られるかもしれないけど、まあでもよくいるちょっと可愛い女の子と目が合ったぐらいで、うん、あいつ俺のこと好きじゃね、うん、っていう勘違いジョニーよりはマシかなと、というようなことを滅びかかった東京駅を眺めながら、似てるような坊ちゃん、いや似てるようで似てない坊ちゃんがそんなことを考えてると思うと、ちょっと笑ってしまわないかね。